今日の国語は俳句を作ります。五七五のリズムで風景とか心情を表現する詩のことだ。よし、じゃあ早速作ってみよう。できました。はや、もうできたのか、マヒル。はい。ちょっと読んでみてくれ。説教がいつもうるさい大文字。あー惜しい。リズムはいいんだが季語がないぞ、マヒル。あ、そっか。あと内容ちょっと気になるな。先生のことを呼び捨てにしなかった？すいません、タイはないんです。急いで作ったからうまくできなくて。そうか、急ぐ必要はないぞ。みんなもじっくり考えてくれな。とびっきり風流な句を読んでくれ。できました。先生じっくりって言ったよな。じゃあちょっと読んでみなさい。